刃物の良し悪しは硬さと粘り。重房刃物、飯塚時房です。包丁を作り始めて50年になります。ある程度の硬さがないと研いでもなかなか刃にならないことがあるからね。だからその刃物の良し悪しは硬さと粘り、折れず、まくれず、欠けずというのが一番の理想だけど、そこを相反する条件があるわけだから、そこをどう調整して作るかってことですよね。刃物を、日本の刃物に関して言えば、やっぱり鋭い切れ味っていうのが特徴だと思うんですよね。なおかつ長く切れることを目指してやってるわけですから、鋼っていうのは鉄に炭素がどれくらい入ってるかで変わってくるんですよね。だからその炭素の量の高いのを使うと硬い刃物がある。ただしあまり高すぎると叩けねということになるんでね、その適度なところで。日本のその鍛冶屋さんの職人の技術というのは、ただ形を作るというふうなのではなくて、中の金属の組織、マイクロストラクチャーですね、自体のことをやはり考えたものづくりをされています。そういうふうな方々がまだ続けてくださっているので、そういうふうなところから何が大事なのか、何が刃物づくりにとって必要であるのかっていうものを学びながら、こうエンジニアリングに解析をして、いかに新しいテクノロジーで新しい技術で展開しているかっていうのが、今後のやはり日本のものづくりの課題なんじゃないかなと思っています。これが柳刃です。刺身用です。生の魚を刺身にするときに使う包丁です。鋭角に切れると、その切った肌がツヤが出てきます。そうするとその食べた時の食感がまるで違います。物が売れる売れないっていうのは、品物とそれに携わる人の気持ちがあると思うんですよね。だからその気持ちを今ちょっと失いかけているのかなって気はしますけど、私が例えば息子にね、こせこせって指示してもそれなりのものはできるだろうけど、それじゃ鋼を使いこなせたってことにはならんから、やっぱり自分で使いこなすためには失敗しながらやっていくのが一番だと思いますけどね、一番の早道だと。